パリ五輪メダル有力競技個々が見どころ。競泳、女子、東京五輪では大橋優衣、28の金2個に湧いた競泳だが、男子は本田智ともる、22の銀1個にとどまった。発血病から復活した池江璃香子、23、競泳人最年長ながら自己ベストを更新するベテランの鈴木里美、33、 など注目選手が多い今大会で競泳日本の復権はあるか。五輪四大会に出場して計四個のメダルを獲得した松田武史氏が占う。今回は女子編。大阪地から池江里香子が泳いでいるところを下から見る。女子は日本競泳史上最年長で平泳ぎ100メートルと200メートルの五輪切符を掴んだ鈴木の復活に驚きました。 12年ロンドンで3つのメダルを取ったものの、16年リオではメダルなし。21年東京では代表入りを逃しました。にもかかわらず、昨年7月に平泳ぎ100メートルで14年ぶりに自己ベストを更新。信じられません。僕は32歳で自分の限界を感じて辞めたので奇跡だなんて思って見ていますし、先日、ロンドン五輪でメダル3個を獲得した入江。 り介イコール34、とも、あれってもう変だよね。途中、何やっていたの、なんて話していました。奇跡の理由は3つ考えられます。1つ目は山梨学院大という水中も陸上も非常にタフな練習をするチームで、高校卒業後から今もそこに身を置いて学生たちと一緒にハードなトレーニングをしているので、フィジカルの基礎がしっかりと積まれているということ。 二つ目は精神的な部分で昨年福岡の世界水泳に選ばれて地元の人から大歓声をもらって泳げたことでもう一回頑張ろうという気持ちに火をつけたんじゃないか。三つ目はあの年齢で泳ぎを進化させてきたこと。今の水泳界の平泳ぎのトレンド、キッチ泳法を取り入れたのです。アダム・ピーティというイギリスの選手。 男子5万100メートル平泳ぎの世界記録保持者が作り上げたとにかくテンポで押す泳ぎ方でこれまでの大きく書いて伸ばすイメージとは対照的にテンポよくどんどん書いていくやり方それで彼は世界記録を取りました鈴木は33歳でその世界のトレンドの泳ぎにアジャストしてきたこの3つが揃って自己ベストにつながりましたよね